スーツケースの典型例ジャワーゲン人を発見したウジェーヌ・ディボワのスーツケーススーツケースは旅行用のカバンの一種。主に平たい長方形の硬質プラスチック、またはビニールや布、革で作られている。片側に取っ手がついており、大抵衣類やその他の旅具を運搬するのに便利なようにできている。2枚以外のように蝶2枚で開き、鍵がかかる。 従来は川か板紙で作られていた。トランクやラゲッジと部分的に重なるが、それらにはより大きなものを含む。荷物タグ航空会社は、預け入れで荷物として取り扱う際にタグをつけることになっている。現在アメリカ合衆国では安全保障の観点から、スーツケースの鍵はアメリカ国土安全保障省の部局である、運輸保安庁の職員が必要に応じて、 中身をチェックできるよう、施錠しないよう進められる。施錠した場合には鍵を破壊してチェックされることがある。TSA ロックという専用の錠が付いている場合は、この限りでなく施錠して預けられるため、新製品のスーツケースには TSA ロックが整備されている場合がある。ロックの方式には大きく分けて、フレームタイプとファスナータイプとがある。耐久性に関しては、 フレームタイプとファスナータイプどちらも大さない。ただし構造上、ファスナータイプは衝撃が内部へ伝わりやすいのに対し、フレームタイプは衝撃をフレームが吸収してくれる特性がある。トローリーケースの典型例現在では、ほとんどのスーツケースが重い荷物でも簡単に運べるよう底の部分に小型の車輪がついており、伸縮する取っ手や引っ張るのに便利な革紐がついている。 ものもある。特に航空機を利用した旅行の際に使用される。トローリーケースと呼ばれている。使用時の音からコロコロやガラガラとも呼ばれる。日本各地の空港で外国人観光者が捨てた年間数百個のスーツケースの処理が問題になっている。日本で多くの買い物をする観光客は持参したスーツケースに入りきらなくなると新しいスーツケースを購入するが、 空港で荷物を預ける際に、重量超過分の手数料がかかることを知り、古いスーツケースを空港で捨てているという。東京五輪に向けて、観光客はさらに増加することが予想されるが、処理に困るスーツケースが空港に捨てられる事例をいかに減らすかが問題になっている。ありがとうございます。